ジグマ、また会えたと言っておこうか。ゼロか、惜しいな。お前はこのシグマと同じ究極の破壊者となりうるポテンシャルを持っているというのに。かつて貴様らは俺の DNA を利用しようとした。俺を巻き込むと高くつくってことを教えてやろう。今や月が我が物となり、計画は最終段階だ。お前の役目は終わった。古き世界と共に滅びるがよい、ゼロ。このステージはお前たちの庭だな。月面基地にイレギュラー反応多数。それにこれはシグマだろう。わかるんですか？ああ、俺にもわかる。この感じ、さっきのはコピーだったってことですね。道理で手応えないと思った。これで最後だ。シグマ、決着をつける。ハンターチーム出動。
そうか、まだあがくことをやめないというのだな。まだ望みがあると思っているのだな。俺がこうして立っている限り望みはある。貴様もシグマも俺が倒す。そうだな。おとなしく滅びられてもつまらん。破滅の最後のひとときまで楽しもうではないか。すごいやつだったが、これで終わったな。行こう。次はシグマだ。ゼロ。よく来た、イレギュラーハンター X。 私はな、 X。 我々の出会いはこの時のため、新しい時代の幕を開けるための必然であったと思うのだ。 X、 貴様の振りかざす薄っぺらな正義とやらが私にこの世界の過ちを気づかせてくれた。それが全ての始まりだった。そうは思わないかね。ふざけたことをシグマ。そう言い切り立つな。もはや時計の針を戻すことはできん。世界が宇宙にその生きる道を見出した時、宇宙開発に携わった高性能な新世代型レプリロイドは我が子供たちだったのだからな。子供だと？何を言っている？そう、ヤコブ計画は新世代型レプリロイドの設計段階から我が手の内にあったということだ。
ヤコブ計画の作り出す次の世界は我々の世界なのだよ。さあ、X、滅びるがよい。古き世界と共に。全力で来い。絶望せよ。貴様らが守ろうとした世界がすがった計画も全て我が手の内だった。貴様らに残されたものは絶望しかないわ。滅び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 。たとえヤコブ計画が最初から貴様の仕組んだことだとしても、俺は最後まで諦めたりはしない。俺が相手だ。どうにか間に合ったか。ゼロ、無事だったんだな。人の心配はいい。それよりこの目障りな野郎を片付けるとしよう。お仲間の到着か。無駄なこと言う。次世代の王たる我が力の前には何もかも無力よ。決着をつけるぞ。思い出せ。行けよ。任せた。はい、それがお前の力か。思い出せ。私がここで倒れるなどと。滅びるのは奴ら旧世代の。君はルミネ、無事だったんだな。無事？もちろんですよ。皆さんもシグマを倒せて満足でしょう。おかげで計画もここまで順調ですよ。あんた、シグマに連れ去られて利用されたんじゃないの？利用？違いますね。彼は役目を果たしただけです。私たち新世代型を目覚めさせ、世界を変えるという役目を。はっ！来なさい。行きませんね。行きませんね。はあ！はっ！無駄ですよ。はあ！はっ！
お前の番だ。よく無駄です。私を怒らせましたよ。さよならです。行きませんね。無駄です。無駄です。無駄です。行きませんね。無駄です。ドロフィアたち。どういうつもりだルミネ。貴様もイレギュラーなのか。イレギュラー、そんなものでないことはあなたも分かっているのでは。私にとどめを刺せないのは、それが分かっているからでしょう。私たち新世代型レプリロイドのコピーチップは、数多くの旧世代型レプリロイドのデータを解析して作られました。その中には当然あのシグマも含まれています。分かりますか、この意味が。コピーチップにシグマ？だったら僕もシグマみたいに狂っちゃうってこと？残念ですが、プロトタイプのあなたにはそこまでの能力はありませんし、シグマは決して狂っていたわけではありませんよ。シグマは自らの意志であなた方の世界に反逆していました。そして私たち新しい世代のレプリロイドはいつでもシグマのようになれるのです。私たちは自分の意志であなた方旧世界に戦いを挑むことができる。あなた方に分かるように言えば、私たちは自分の意志でイレギュラーになれるのです。X、 私たちが撃てますか？所詮は人の道具に過ぎないあなた方古い世代のレプリロイドが意志を持ち進化した私たちに何ができると。世界は変わったのです。生命がより進化した生命にとって変わられるのは自然の摂理です。おとなしく滅んでおしまいなさい。X、 迷うことないよ。こいつは悪いやつだ。敵だよ。敵、味方、そんな単純な問題ではない。レプリロイドのあり方が、生命のあり方が変わったのです。新しい世界にもはやあなた方は必要ないのですよ。滅べと言われておとなしく滅んでやるつもりはない。お前の番だ。さよなら。
の番だ。やるしかない。一人を倒したところで、もはや流れは戻らない。お前みたいにおかしな奴が出てきたら、何度でも倒してやるよ。本当に何も見えていないのですね。まあいい。いずれわか。こちら X、 状況はアクセルがダメージを受けたが大丈夫だ。これより祈祷します。覚醒、ルミネはそう言った。これは進化だと。もしその言葉が本当だとしたら、俺たちのやっていることは一体何だろう。方ルミネの言ったことでも考えていたんだろう。シグマみたいなやつばかりになるのが進化などであってたまるか。それにな X、 本当に進化の時とやらが来て俺たちが滅ぶのが運命だったとしても、俺たちは戦わなければいけないんだ。その運命ってやつThank you.
Yeah.